はい、どうも鈴木です。今回ですね、この本 6.11 能登半島地震は人工地震だったというね、なんかものすごいタイトルの本をねいただきましてね、衝撃の複合検証というね、内容の本なんですけれどね、ちょっと見ていきたいと思います。この本の著者ですね、泉パウロさんという、牧師の方なんですけれどね、こういった地震が人工地震だったという本をですね、もう10年以上も書き続けている方なんですね。もう 3.11 東日本大震災の本でですね、数々の反響話題を読んでですね、まあ闇の勢力というんですかね、とんでもウォン大賞というものをね受賞させられたというようなね経緯もある方です。内容はですね、その被災地にこうボランティアでね、ボランティアに参加されていた日本のクリスチャンの女性とね、アメリカ人の、男性ですね、クリスチャン同士が結婚したなんていうね、いい話なんかも書かれています。人工地震に関しては、1987年にアメリカ特許商標庁に、登録された公認の特許技術ですということを訴えておりますね。気象兵器、日本も含めてないのかな、今は含めてないかもしれないですけど、ロシアとねアメリカではお互い使わないようにしようという条約なんかが結ばれていることも有名な話ですね。人工地震を起こした犯人たちは天体の動きとですね、聖書を参考に犯行を繰り返すと主張しています。この数々のね、大地震、能登半島地震も含めた東日本大震災、あとは阪神淡路大震災などもね、人為的なものなのか、それとも、神様が起こした、人類への警告なのか、はたまた、天体の動きとですね、地球引力とかね、そういった関係で起きた本当に自然のものなのかというようなことをね、多岐にわたり分析しておる本ですね。ワクチンとか医療系のことに関しても触れております。日本で脳細胞が未発達の乳幼児激増の理由は抗がん剤マスタードガスであるというね、すごい内容ですね。数々の大震災は聖書の予言にも関連しているといったような、ね、主張が書かれております。あと大地震が起きた周辺には必ず、地球深部操作船地球というね、船が漂着していたということもね、紹介されてます。こんな感じでですね、公的な資料に基づいて、かなり詳しくね書かれている本なんでね、人工地震とは何ぞや、そんなことできるわけないだろうという方にもですね、一度よく読んで、見地を広めていただきたいなと思いますね。で、実際にですね、人工地震に関しては、ね、数々の大手新聞記事にもかつてはね載っておりましてね、昭和平成の時もあったのかな、神奈川県小田原市の酒川川というところで人工地震のね、実験をして、思ったよりも震度が出てしまい、新幹線がストップしてしまったなどというね、記事もあまりにも有名なんですけれども、まあ人工的に震度3や4の地震が起こしても、その何倍何十倍何百倍というね、マグニチュード7の人工地震なんかね起こせるわけないだろうと、で核ミサイル何発分のエネルギーだと思っているんだというようなね方に対する、アンサーなんかも、この本にはあると思われます。もちろんその巨大地震ですね、人工地震だと思われる巨大地震も、日本
だけでなく北朝鮮やいろいろなね、諸外国でも行われているというようなことに関しても触れておりますね。で、あのハワイマウイ島で起きた地震火事、その後にですね、なぜかドローンが禁止されていると、上空からの撮影が禁止されているというのはなぜか、それは、DEW、指向性エネルギー兵器が使われていたのではないかというような、ね、考察もされています。こうした報道なんかでもですね、青い部分に、こう火事が起きてないというような、ね、ことに言及されてますね。かなりそうですね、アカデミックというか専門的な見地からね、考察を展開されてますんでね、陰謀論というね、こういった話を一括りにまとめ、内容も見ずにそんなものはないというね、方もねいるんですけれども、まあある程度のそのなんていうんですかね、知性がある方でしたらね、読んでみると、ああ、なるほど、もしかしたらそういうのがあるかもしれない、いや絶対そうだなんていうね、さまざまなね肯定的な意見も出てくると思います。否定するのは簡単ですけれどね、一度こうしてなぜ、この方とかですね、いろんな方がこういった考察をしているのか、世間に訴えているのかなんていうねことも考えながら、読まれてみてはいかがかなとは思います。こうしたね、たくさんの資料なんかもまとめておりますね。で、ブルーシート関連の話とかまだ続きますね。実際この泉パウロというね牧師の方、能登半島の地震が起きた後も、義援金、寄付金を集めて、実際に現地に向かってるんですね。そして撮影された写真の中でもやはりですね、この青いものがなぜか焼け残っているというようなね、状況をね撮影して、この本の中で広く訴えておりますね。で、面白いのはその自動販売機でも、コカ・コーラ社のような赤いものはこのように半分ぐらい焼けてるけれども、この青いペプシ系の自動販売機は全く焼けてない。内容がねものすごく濃いのでね、いろいろこう、ここに書いてあることは本当なのみたいなことをネットで検索しながら見るとですね、軽く半年1年ぐらいなんかはね、知的欲求というかですね、今まで知らなかったそのことが、わかるような一冊にもなってるんじゃないのかななんて、まあ、ちょっとね題材が題材で不謹慎かもしれないんですけど、世間一般では知られてない、広められてないようなねこともあるじゃないのか。今イスラエルとイラン代理戦争になってると思うんですけど、イスラエルとイランの戦争なんかももう10年以上前から行われるということをね、経済誌ですとかね、世界的な会議でね、発表されたということでね、金融関係とかですね、政治経済にお詳しい方でしたらね、そういった話もねよく聞いてると思うんですが、まあ、それが実際ねその聖書の終末予言ともね重なり合っていたり、今回のその戦争ですね、それももう10年以上前から言われているということでね、かなり計画的なものだったんじゃないのかということもね詳しく書いておりますね。まあ、というわけでね、この 6.11 人工地震、5月7日ゴールデンウィーク中ですね、発売されるということでね、今この発行元であるヒカルランドさんのホームページですとか Amazon でも予約受け付けておりますんで、ぜひ興味のある方はね、で読んでみていただけたらなと思います。そのざっくりとしたネットのデータをもとにね、私はねあると思う、いやないと思うというようなね論争もいいんですけれど、こういったまあいろいろな詳細なデータをまとめた本もねぜひ一度ね、ではね皆さん、ゴールデンウィーク中かと思いますが、平和でね楽しい、毎日休みになりますように、イエス様にねお祈りして、どうかお過ごしくださいますようお願い申し上げます。鈴木でした。